はい、今回はですね、今週も筋肉マンがね、第249話が更新されてきたってことで、それについてね、簡単に感想をしていこうかなと思います。マッスルショットのね、プレイ動画載せてるんですけど、これはいつものごとくね、ペースメーカーっていうことでね、あとビッグボディの、絆をね、一生懸命、稼いでるっていうところですね。まずね、今回の249話もね、ビッグボディ戦が続いてるってことでね、すごいポイントがたくさんあるんですけどね。まず第一、題名がもう、なんかもう、面白かったですよね。題名がね、レッド王子の雪辱っていう感じで、もうレッド王子っていうのはもちろんビッグボディのことですよね。そこからちょっとね、もうちょっと笑えてきたんですけど、で、最初、簡単にね、あらすじだけちょっとね、読まれてる方もいると思うんですけど、話しておくと、簡単に言えば、もう今回からどんどんね、ビッグボディが技を繰り出してくるんだけど、要はね、ギアマスターがまたちょっとね、トラウマみたいなものを、精神攻撃みたいなことしてくるんですよね。要はフェニックスがね、マッスルリベンジャーで、ビッグボディは簡単にやられてるんですけど、その時を再現しようってことでね。あいつ別にね、マッスルリベンジャー使えないんですけど、要は続きでね、どんどん上昇させる行為ですよね。最初のマッスルリベンジャーに入る時のガツンガツンっていう風にね、続きをして上昇させる行為だけをね、することでトラウマを炙り出していくみたいなことやっていくんですけど、で、それもね、うまいことね、なんとかね、ビッグボディはトラウマを克服するんですよね。で、どんどん反撃していくんだけど、またちょっとね、ギアマスターがちょっと手の内をね、出し始めてきて、ちょっとピンチになったよってとこで終わったんですよね。で、ポイントはやっぱりね、まずね、今言ったようにね、いきなり、これもね、ファンがね、すごいね、なんていうのかな 楽しめたんと思うんですけど、要はマッスルリベンジャーのね、やられた時のね、トラウマを炙り出していくみたいなとこがすごい面白かったですよね。さっきも言ったようにね、別に使えるわけじゃないのに、続きでね、上昇させるだけの行為でね、ビッグボディをね、いたぶるみたいなことやってたんですけどね。その直後にね、ビッグボディもね、技をね、大きな技を一つ出してきましたよね。剛力アトミックボムってやつですよね。あれ結構かっこいいっすよね。マッスルショットでは、必殺技に入ってくるんじゃないですかね。1年後ぐらいかな。まだコミックスにビッグボディが登場するのはだいぶ先かなとは。だいぶ先、そうですね。ちょっと先になると思いますもんね。ということでね、あともう一つちょっとすごいね、これもね、ちょっとね、いろいろブログとかでもね、皆さん言ってたんですけど、ビッグボディがそのマッスルリベンジャーみたいなね、続きで上昇させられてる時にね、ちょっとフェニックスがね、結構ビッグボディのこと心配する描写が出てるんですよね。あのあたりちょっといいなと思いましたね。本人なんで、フェニックス本人がもうそのビッグボディをね、すごいいたぶったっていうんですが、一番煽ってたんですけど、フェニックスが結構心配してて、で、うまいことなんとかね、克服した時っていうのは、フェニックスがね、あいつめとか言いながらね、ちょっとね、嬉しがってるところがね、あれがすごい印象でしたね。ちょっとフェニックスもちょっと、今回でだいぶ性格がね、いい感じになったのかなとは思いますよね。大井争奪編の時は正直最悪でしたからね、フェニックス。そのあたりもね、いろいろあって、ちょっとなかなか楽しめた回かなと思いますね。ということでね、今後の展開なんだけど、そうですね。多分ね、今回かなりピンチだったんですよね。ピンチで結構なんか多分次回やられまくると思うんですけど、多分それでも勝つんじゃないかなとは思いますね。まだ大技って言ったら剛力アトミックボムしか出してないんで、実際なんていうのかな、繰り出されてないんだけど、必殺技として設定してあった、メイプルリーフクラッチとか、あとマッスルインパクトがね、そのマッスルショットでも登場してんだけど、あれを本当に出してくるかがちょっと楽しみではありますね。あれは設定上でまだ一回も原作では使われてない技ですもんね。それを本当に出してくるか出してこないかっていうのが、すごいね、楽しみかなと思います。多分勝つと思うんですけどね。ちょっとなんか 最後のね、文章がね、
大きかった過信の代償みたいな、そんな感じで書かれてるんで、ちょっと危険な感じはあるんですけど、それでもちょっとね、ビッグボディにはね、頑張ってほしいですね。マリポーサも勝ってるんでね、ここで負けるともう、さらにそのレッド王子っていうか、もうヘタレのね、そのね、レッテルがもう剥がれなくなっちゃいますからね。だからまあ、ちょっと期待したいところではあります。また次回、来週は普通にね、多分、連載されると、話ね、筋肉マンも、更新されると思うんでね、またちょっとそこでお話ししていきたいかなと思います。まあちょっとね、マスルショットの方は途中ですけど、この辺で終わりたいと思います。では。